はい、こんにちはくんです。ということで今回はね、このガスマスくんが作ったレースマップでレースやっていこうかなと思います。おい、何ぶつかってきとんねんお前らは。ちょっと下見するがやばくねこのコース。さかなクンやばいな。あー、なるほど。なんかさ、マリオでこういうのなかった？マリオカートでこういうのあった気がする。なんかこういう場所すげえ覚えてるよ俺。マリオカートでこういう場所があったの、元になってそう絶対これ。普通に運転むずい。ちょ、さかなクン、さかなクン乗ってく？大丈夫？さかなクン、さかなクン、さかなクン乗ってけば。あ、乗ってる。で、ここがこっちにいて、これ実際ではちゃんとレースにするので、今下見です。下見段階で事故りまくってるな。で、何これ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 、なんか崖になってんの。な、崖じゃないのか。あー、なるほど。いった。で、で こっちか。そしてこの、危ない危ない、むずっ。でこっちに行って雪山コースだね。あー、なるほど。これはかなりブースト使いこなさないとこれダメだな。やべえな。でなんか文字が書いてあったね今。これ何の文字だ。赤いポイントに向かって飛べ。はい、そこ行けば GG か。あー、この中入ったら終わりだね。よし、じゃあ行きますか。さかなクンなんか合図出してくる。なんかスタート合図さかなクン出してもらうか。何を合図にするか。さかなクン、さかなクン何合図にするこれ。あ、それでスタート。あ、なるほど。オッケーオッケー、わかった。その、なんか、振り上げた時にスタートにするか。うおーってなった時にスタートで。はい、じゃあ行くよ。さかなクンのやつ見て。行きますよ。さかなクン、さかなクン引き殺されまくってる。めっちゃかわいそうやったな、さかなクン今の。いいぞ、俺。あ、俺うまくね？俺このゲーム。このゲーム俺うまいかもな。あ、このゲームうまいわ俺。待て、俺1位だぞ今。俺1位だわ。よし、ちょっと安全安心のところだけこうブーストかけて。あー、いいね。めっちゃええやん。やばい。よし。え、やばくね？ちょ、やばい。やばい、みんな来てる。まずい。やばい、なんか後ろで落としたな、今。は？なんか早くね？お前。え、お前おかしくね？は？おかしい。え、なんかさ、超ショートカットしてね、なんか。もしかして。え、しかも俺落ちたし。おい、ちょ待って、俺再解説ないこれ。ちょ待って。これさ、めっちゃショートカットして入れるんじゃねこれ、もともとは。だよね、多分。ちょ待って。ああ！ゲーム終了にしてください。もう一回やります。ショートカットなしじゃねえ、やばくないあれ。俺の前絶対いなかったよな。ショートカットやばくね。多分ここから上がったんだろう。多分ここからグイーって上がって。誰だ今なんかショートカットしたの。なんか待ってたもんね、なんか俺の前で。ふざけてるよな。さかなクンお願いします。
それ引かれまくる。正直ブースターかけない方がいい気がするな、この辺は。ここからだろ。こっからだな。こういうところでこうブースターかけていくと、いいね。1位取れてますよ。大丈夫かこれ。はやはやはや、あいつはや。え、な、何それ。めっちゃ速い人おったな今。誰だあれ。じゃあ2人の二欠してたぞ。なんか速えな、あいつ。1人追い越されたわ。まずい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 。いけ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 。よしよし。とりあえずこれでクリアか俺。ジージーだ、ジージー来た、ジージー来た。お、え、一番じゃね？一番だ。ルックル。あー、お前らか。どっち運転してたの？制作者かよ、ふざけんなマジで。なんで制作者が運転して行きがってんだよ、一番になって。爆破。ん？GG、後ろにある戦艦が爆発します。は？戦艦？あ、あれか。なるほど。戦艦なのそれ。戦艦？え？お前の中の戦艦って何？え、わけわかん。こいつわけわかん。え、菅さん、戦艦とかあった？戦艦らしい、あれ。戦艦って何？戦艦って何のことか知ってる？ジジ、サクッとすぎませんか？え、まあ、いいんじゃない？いいんじゃない？やっぱたまにはいいんじゃない？たまには。たまには OK。え、それ、岐阜県庁伸びてるから。あ、あの白バイの、あ、これやばいなと思った。あの岐阜県庁実は伸びてんだよ、あれ。あれさ、あれやばいよ、マジで。なんかもう、意味ねえわって感じだよ、マジで。YouTube。岐阜県庁ね、普通にね、24万再生だから普通に伸びてるよ、フォートナの動画にしては。10万再生台とかあるから、まあ、全然岐阜県庁でよかったってことで。岐阜県庁よし。あり、あり。岐阜県庁ありでした。なしありで。わけわからん。子供ベースだからな。初心者でも初動絶対に勝てるシングライダー、セイルシャークで、再生してくれるんだから、まあそういうことだよね。多分そういうことじゃない。まあでもアスレノが儲かるから、でもとはいえアスレノが儲かるよ。金儲かるから。別にだからアスレがないわってわけじゃない。儲かるからいい。ロケットリーグもちょっと面白かったんだけどね。またロケットリーグっていう、なんか普通にサッカーってすれば書いた方がよかったね、あれ。